たいと思います。ほら、小僧やったー。こんにちは。こんにちは。竹内月乃です。七瀬玲です。天音キキです。よろしくお願いします。はい。前後ろ書いてもらいましたけど、見てくれてる方からのあのコメントで再生の低文字が。そうですよね。すごい言われました。私も1万回ひらがななんだって。セリフを考えて読み上げるね、感情を込めて分かった人が来る、うん、早い者勝ち、早い者勝ちか、やってみましょうかね、はい、アナプレーじゃん、行きます、うん、はい、犯人はお前だ。え、めちゃ悪いやつよ。どれ、早い者勝ち、これ正解、やったー。100人一首の経験が生きたわ。正解したら1ポイント、はい、読んだ人にも1ポイント入るんで、しげちゃんとキキちゃんそれぞれ1ポイント入るっていう感じですね。ファンの人にキキちゃんが勝ってるところ見たことないって言われたので今日は勝ちたいと思います。今日は勝ってください。はい、じゃあ次お礼ちゃんいきましょうかね。はい、はい、お願いします。本気でいきます。本気でいきます。むずいな。あの飛行船はなんだ。はい、正解、難しい。確かに難しいわこれは。それ飛行、飛行船じゃない、宇宙船っぽいですね、うん、宇宙船が落ちてきたぞみたいな感じ、うん、あ、でも分かったから良かったですね、うんうん、よし、じゃあ勝つぞ。よし、なあ難しい、どうしよう、いきます。今日も僕はかっこいい、グッドグッド。はい、おー、それです。やった、めっちゃ早い、わかりやすいでしょ、すごいわかりやすかった。あ、グッドグッドってやってる。全員2点ずつだ。ですね、なんですごい接点になってます。2周目です。あ、難しい。こら小僧、またんか。こら小僧、もうこれは早く、またんか。これ小僧、ま、違う、違う。これ正解、やったー。あのお手つきは誰だ。あ、ダメなの。お手つきであったんですか。これ誰にも入らないですね。これ1人1回までなので気をつけてください。はい、慎重に行かなきゃ。腰痛がひどい。え、腰痛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 。え、違う。あ、見つけた、絶対あれだ、これ正解。うー、これ慎重にやればよかった。これ腰痛ひどいか。そうですね、いきます。はい、またまた難しいやつきた。ルン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 、俺は、あー正解、やった。最後ルン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 、俺最強って言ってしまった。ラップだったんですね今。あ、ラップ、ラップではない。じゃあ次行きましょうか。はい、どうぞ。みんな手をつないで輪になって踊ろう。やったー。これでしょ。そう、やったー。あー、これはこれ思ったのめっちゃ輪になってるなって。次取るぞ、取るぞ。悪の波動、悪の波動。え、なんか何個もある。言ってそうなのが。え、何個もある。これ。あ、正解。やったー。やったー。嬉しい。でもやった。そう、これか、これか。あ、これも、これもちょっと思った。ね、これはでも悪の波動でしょ。えぇー。違う。次行きましょうか。はい。こう。あー、もう割と分かりやすい。うん、勉強つまんないなー。はい。お、
人で一緒？正解です。ちなみにどうですか？あ、でも手が下にあったかな、つきちゃんが。じゃあもらっちゃっていいですか？どうぞ。やったー、つきちゃん、超楽しい。これ絶対やりたい。こっちもあるね。くっ、開くの、お手がもうここまで。あ、ごめんごめんごめん、今どっちでしたっけ？絶対リーちゃんじゃないかな、うん、合ってます。わかりやすかった、うん、よかった。大丈夫？うん、大丈夫よ。またテスト30点だったな。これじゃない？違う。あ、違う。これ正解。あ、そっちか。悔しい。手でも間違えた。ダメでした。手でも間違えだと読み上げた人はマイナス1ポイント。そんなルールがあったんです。そんなルールがあったんですね。なんで一枚なんか出してください。ちゃんとこう当ててもらわないと難しいんですよ。難しい。いきます。はい。おー、なんで私のこと見てくれないの、こんなにキラキラしてるのに。あ、正解。やったー、すごい。泣いてるから悲しい感じにしました。よくみたいに泣いてる。わかんなかった。難しい。これなんだろう。ふんふんふん、これで今回のテストも100点だな。え、終わった、それかな。正解。あー、あー、めっちゃつけちゃった、今。2回目のお手つきはやばいなと思って、取れなかった。俺のテスターにならんか。はい。あ、正解。よし。やばい。当ててもらえる。やったー。次こそは、いきます。あ、なんかかわいいな、どうしよう。よし、今日こそ先輩を振り向かせてみせるぞ。教室のどこにいるんだろう。はい。あー、あ、合ってる。負けたー。やったー。やったー。瞬発力で勝った。こっちかこっちか迷った。確かに。うん。教室で勝ったの、はい。結構キャラ濃いのが。流れてでもずっと好きだからー。やっと地上に出れた。600。おお、正解。負けた。正解正解。いやー、やっと地上に出れたです。確かに。確かに。やったね。はい。行きます。難しいね。僕と仲間になってよ。すごい。わかんなかったこれ。わかんない。難しい。どんな喋り方なのか。確かに。でもわかりやすい。わかりやすかった。お前まさか。てん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 。これ、あ、正解。あ、やった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 。てん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 、最後のてん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 ってなった。やったー。イエーイ。確かに。だね。やった。何かなと思って。いきます。あー、今日から私が生徒会長になります。よろしくお願いします。はい。皆さん、席を立ってください。あ、正解。これ、男の人だもん。男の人だよ。これ、女の人わかんないけど。そっちかー。ごめんじゃん。え、でも、これは違うじゃん。いや、なんかちょっと生意気な風に。生意気な風に。言い方が。なるほどね。ちょっと生意気な風にしてみた。ワナプレイ。はい、ここから特別ルールです。はい。これです。セリフを言ってはいけません。擬音語や擬態語、オノマトペ、効果音だけで伝えてください。効果音だけ。タッ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 タってことですか？オノマトペって何ですか？ペチャペチャ。あ、ペチャペチャ。あ、そういうことか。難しい。あー、むずい。いきます。モフ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 。すごい。難しい。歩き音かと思った。モフモフでもこれしかいないから。ここからが効果音だけ。え、むずい。待って、これめっちゃむずい。ガッ。平時ゆっくり選ぼう。ねえ、わかったわかった。が、わかってしまった。もうが、が、が、ブブー。はい。ということで、こっち、これ、これです。それはやだじゃないよ。何じゃ、何ですか。これはキラーンとか。メラメラみたいな感じ。そう、メラ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 。じゃあ一枚マイナスですね。ます。難しい。チャリンチャリン。はい。
おお、正解、すごい早い。チャリンチャリン。チャリンチャリンでしょ、これは。チャリンチャリンやね。早い、これはわかるな。難しいね、これ。うん、あ、違う。これもあるから、うん、そう大丈夫かなって思った。待って、うざい、どうしよう、待って、イライラ、イライラ、はい、違う、イライラ、これ、違う、イライラする、何これ、イライラ、イライラする、イライラする、え、これはなんか悲しくない、いや、これ悲しい、悲しんでるの、悲しんでるって、なんだろう、イライラかな、これ、な、なんで言われるの、これね、え、難しい、とっても難しい、めっちゃむずい、これ、うん、激むず、あ、やばい、どんどん失ってくってくるいきます、あー、こいしょこいしょ、あ、正解、正解、やだやだやだ、こいしょこいしょではないかも、まあまあまあ、そう、お話しして、まあね、確かに、そう、でも対話してるのが他にあんまなかったから、こいしょ、こいしょ、あ、こそこそ話、そうです、こいしょ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 、つぶってんのかな、わかんなかった、これ最後の一巡ですかね、はい、はい、頑張ってください、いきます、ガッ、え、どっから声出したの、ガッガッ、これ、正解、やったよ、ちょっとむずいよこれ、絶対に取らなきゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、たくさんない、はい、あ、正解、あー、それか、めちゃくちゃ、それか、よし、嬉しい、よしよし、引きます、はい、ピーカーす、ピーカー、あ、正解、これでUFO、 この上に連れ去られて、そういうことね、そうそう、ピカーで分かった、ピカーっていうのは光ってるか、ピカーって、そう、ピーカーティーズです、シャカシャカが分からんか、シャカシャカじゃないか、ピカーでこれだと思ったけど、シャカシャカでこれ、あー、ごめん、むずいな、ごめんね、はい、じゃあ終わりましたけれども、はい、何点取ったかちょっと数えてみてください、はいはいはい、じゃあしげちゃんから、はい、私は18枚取りました、はい、ゆえちゃん、はい、16枚です、はい、ききちゃん15枚です、うわー、惜しいんだけど、また負けてばっかり、ききちゃんって言われた、難しかった、擬音になってからね、難しかった、めっちゃ難しい、うん、擬音で表しづらい感じのやつが残ったから、うんうん、確かに、うん、それとかね、キャピーンキルキルみたいな感じでわかるけど、ねえ、これシーンが、シーンが正しいことですね、楽しかったですね、楽しい、これは想像力が鍛えられましたね、今回もこのヒット漫画コメポイントいきましょうかね、はい、30秒で9個お願いします、はい、お願いします、はい、漫画のセリフを考えるのがすごく楽しい、演技力が上がる、絵がめっちゃ豊富、みんなの考え方がわかる、いろんな感情が出せる、枚数が多いから探すのが大変、一瞬で一瞬褒めてますよ、なんだろう、この子かわいい、反射力が高まる、はい、見たかなって感じですね、はい、とにかく楽しいんですよ、すごい盛り上がってましたね、それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントたくさん待ってます、待ってます、おすすめの漫画とか教えてくれると嬉しいです、教えてください、それと、TikTok をね解説しているので、裏側とか、ね、踊ったりとかもしているのも見られますので、ぜひそちらもフォローして見に行ってください、見に行ってお願いします、じゃあ次の動画で会いましょう、バイバーイ。